ジョージ・ W ・ジョイはアイルランド生まれの画家である。主にロンドンで活動した。ダブリンで生まれた。父親は医者で兄に彫刻家のアルバート・ブルース・ジョイがいる。1612年にアイルランドに移住してきたユグノーの家系であった。はじめ軍人を目指すが、若い頃の足の怪我のために軍人となるのは困難だと父親に告げられ美術家の道に進んだ。 ロンドンのサウス県ン,ントン美術学校、ロイヤルカレッジ・オブ・アートで、ジョン・ウェイ・バレット・ミレーや、フレデリック・レイトン、ジョージ・フレデリック・ワッツに学んだ。1868年に、パリに渡り、2年間滞在し、シャルル・ジャラベールや、レオン・ボナに学んだ。パリで、ジャン・レオン・ジェローム、アレクサンドル・カバネル、ジュール・ブルトン、ジュール・ジョゼフル・フェーブル、フィリップ・ルソーといった、当時の有名な画家たちに出会った。 ロンドンに戻った後、歴史画や風俗画を描き、ロイヤルカレッジ・オブ・アートの展覧会やサロン・ド・パリ、アイルランドの王立ハイバーニアン・アカデミーの展覧会などに頻繁に出展した。1895年に王立油絵画家協会の会員になった。昔、軍人を目指した名残で、イギリス軍の芸術家のボランティアの予備役部隊、アーティスト・ライフルズに参加した。 アイルランドの自治を求める運動には反対する立場であった。愛国的なテーマの作品を描き代表作にはスーダンのハルツームで戦死したチャールズ・ゴードンの最後を描いた作品がある。ありがとうございます。